青森市立三内中学校は、青森県青森市大麻三内麻丸山にある公立中学校。地元からは、港と呼ばれている。青森市立三内日小学校と同時に、隣り合うように建てられた中学校である。付近には三内丸山遺跡があるため、遺跡が話題となっていた当時は関連して扱われていた。付近には隣接して、 リバーランドという主管理の公園があり、陸上競技用のトラック、サッカー場を2面、テニスコート3から4面、露天バレーコート2から4面などがあり、中大連などでよく使用される。校舎本体は3階建てだが、全国的にも珍しいピロッティ構造の校舎であるため4階建てとなっている。また、青森市内の公立中学校で唯一、男子学生用の制服に、 ネズミ色の学生服を採用している。三内、石江、里見、西滝。ピロキとは、校舎一階部分の元に吹き抜け空間がある構造の、ことで、もともと沖下川遊水地区建設時に計画された。河川の氾濫の際に校庭に水を一時的に引き込む、ために校舎部分を高くしたというのが通説である。ありがとうございます。